今日が2019年の9月、13ですかね。9月13ですね。はい。まあ今日週末ということで、今日明日あたりにはトップマジックビッグデータバンクサロンご購入いただいた方々にですね、まあまず第1弾になりますかね。今の現状の最新ですね、最新の、まあ、我々トップバズ塾講師がやっている内容をですね、トップバズに関する最新の内容を、詰め込みまして、まあ、動画でですね、納品をさせていただく予定にしております。はい。でですね、まあもう私6本ぐらいですかね、動画、講義動画撮ってまして、で講義動画を撮る中でやっぱり、まあ、大切なところは何回もですねお伝えしてます。で動画の種類についてなんですけども、まあ、実際に運用しているアカウントを見ながらの解説ですね。実際に運用しているアカウントを見ながら、ゴルフ、そして、建築職人が今 0.2 円のアカウントですので、まあ、そちらのアカウントですね、うまくいっているアカウントについての、解説講義をしながらの動画、そしてですね、どこからじゃあ動画を撮ってきてるのっていう解説動画ですね、 YouTube の中からどこから動画を集めて、でそして、まあ、どうやって、動画をねダウンロードしているのかということについての動画もね合わせて撮っておりますので、まあ分かりやすいんじゃないかなと思います。でよくね、複数のアカウントを運用するときに、まあ、IP アドレスとか意識されてますかとか、使ってる、まあ、IP アドレスを気にするっていうことは、パソコンとかタブレットとかスマホとか全部アカウントごとに、分けてるんですっていう、使う端末をね分けてるんですっていう方がいらっしゃいますね。まあこれ質問の回答 Q&A になるんですけど、まあ、そういったことは我々全くしてなくてですね、もう一つのスマホ1台です。スマホ1台とパソコン1台で、やっております。まあ、基本的にはパソコンですよね。アカウントの運用につきましてはやっぱり、動画を投稿するのはトップバズはパソコンからのアップロードになりますので、もちろんパソコンは1台です。1台でアカウントを取るのも1台、アカウントを取るのもこのパソコン1台というところになってます。はい。なのであまり IP アドレスに関してはですね、意識してませんし、トップバズ自体が、複数アカウントを運用することについて、禁止規定でね、規約で禁止してませんので、まあ、大丈夫かなと思います。はい。ちょっと話取れましたけどね、まあ、そういった感じで、まあ、他の講師ですね、トップバズ塾講師まだ2人おりますので、まあ、今回からですね、かなり何というんでしょうかね、講師ごとに色を出していこうということを話をしているので、いろんなタイトル、いろんな切り口で今の現状、トップバズの現状を、お伝えすることができるのかなと、考えております。なのでいろんな切り口でね、あ、こういう風な見方で、やったら面白いなとか面白そうだなとかっていうのを、まあ、感じていただいて、で、やっていただければなと思いますし、で、まあ、必要だなと思った講義については随時ですね、
プラスさせていただきます。まあ、動画をね撮って、まあ、メールになると思いますけども、メールでの配信をさせていただく予定にしておりますので、まあ、そちらの方でですね、まあ、いろいろなこと内容についての、まあ、商品はね、常に進化していきますし、まあ、これだけしかしませんとかこれで終わりですとかっていうことはねまずないので、そういったコンテンツではありませんので、まあ、そういった商品ではありませんし、商品の内容は常に進化していくというふうに考えていただければなと思います。はい、ではですね、納品までもうしばらくお待ちいただければなと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。